ういうことです。はい、どうも料理のお姉さんのりです。3本目なんですけど、まあね、まだ大丈夫かもしんないし、もうダメかもしんない。そんな冷静と情熱の間にいます。もう寒い時が近づいたことと思いまして、鍋あればウケんだろうと。ということで今回はですね、こいつですね。僕の大好きな札幌一番、札幌一番無水味噌油鍋でございます。どういうことかっていうと、この味噌ラーメンのスープで鍋を作っちゃおうっていう腹積もりです。さあ、まずやっていきたいです。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まず札幌一番味噌ラーメンです。何回もプロモーションしてますよ。今回はプロモーションのプライベートですからね、これね。豚バラ肉 120g ってレシピにあるんですが、これはね、別に 150g でも 180g でも 200g でも全然平気です。200g 使う場合ちょっと塩気が足んなくなるんで、少し塩振っていただければ全然使えます。そして白菜です。白菜、これね、芯を落とした状態で 250g 結構ってたっぷり使えます。で、こいつがニンニクです。ニンニク2かけ、使います。白菜を切っていきます。芯をね、ちょっと取り除いてください。必要であればね、ここら辺に土が溜まってたりするんで、必要であれば洗ってください。これもちょっと洗ってあるんですけども、こいつをサックサクとザックバランに切っていきます。はい、まあこれぐらいですかね。まあ 2,3 センチでいいです。穂先はちょっとね、大きくてもいいんでね。ザックザック切りましたら、土鍋にですね、これ人用の土鍋、これ実は重要なんですよ、これ。これね、水を一滴も使わないで作るから、鍋って重要なんですよ、実は。これね、おっきい鍋でやっちゃうと、水が全部飛んじゃって鍋にならないんですよ、実は。だから、これぴったりの、鍋を用意してください。で、もし、もっとでかい鍋で、具がスカスカになっちゃってるいう人は、具をそれに合わせて倍量にするか、もしくは、お酒の分量増やしてください。これお酒が水分なのよ、これ。ここにね、豚バラ。バラで、ね、今回ね、これ 200g あるんですよ。もうめんどくさいから、もうちぎります。豚バラってね、ちぎれるの。ちぎっていいっす。ちぎっちゃ。こんな感じでちぎってって。特に豚バラが補助いらないわ。でもこういうやり方もあるよって伝えてもいいじゃない。そういうチャンネルなんですから、ね。はい、こういうチャンネルでございます。レシピだと 120g って書いてあるんですけども、今日はお肉いっぱい入れます。180g ぐらいですね。ほら、まあ美味しそう。で、こいつはね、一旦ね、お預け。ニンニクを切っておきます。潰して、あーあー、言うこと聞かないな。受け継ぎ量してバンバンバンとね、蹂躙していきます。ニンニクを蹂躙した後に、じゃあこれをスライスしていきます。これもう僕ね、無水油鍋って何回かやってるんですけども、札幌一番バージョン、これはほんと美味しいかな。何回無水油鍋作るんだよって、それぐらい僕の代名詞になってますね。で、こいつはですね、避けておいて、今からね、油を、無水味噌油鍋で油を作っていきます。はい、どん、火にかけます。そしたら、ね、これごま油大さじね、2杯、ちょっとね、結構たっぷりめに入れます。で、ここに入れたらすぐニンニク、全てがこう、浸かるぐらいまで油だまり作ります。 IH の方はこうやってフライパンを傾けて油だまりできないと思うんで、この状態でやっていただいても大丈夫です。油の量が多いからね、全然平気ですのでね。まあガスが使える方はガスでやってください。で、ふつふついってきたら火を弱めて、中火と弱火の合差ぐらいにしていただいて、で、ちょっとですね、煮ていきます。油で煮ていく感じですね。で、ちょっと芝犬色にしていきます、これね。ほら、わかります。この縁が芝犬色になって、ポメラニアン色かな、まあわかんないですけど、この色になってきたらすっごいいい匂いがしてくるんで、この匂いで飲みます。まず1アップ、デレレレレレ、あー、よし、残機が一気増えたところで、こいつはもう煮えてますんで、火を止めて、こいつですよ、ここにぶっかけ、こういうことです。美味しそうでしょ、この状態で。そういったらですね、ここですね、お酒、できればこれ領収書を使ってくださいね、料理酒。さあ、これ 100cc で、ちょっと大きめの鍋でやる方だったら 120cc ぐらい入れちゃってもいいです。あ、これ、あ、ちょっと待って、これなんで俺ナチュラルに飲もうとしたんだろう。本当に無意識だった、怖いな。職業病ですね、これね。職業病は怖い、本当に。お酒がを使うってなるとグラスに入れたくなるってね、まあ、うまいんだけどさ、で、こいつをですね、お酒入れたら、で、蓋をして弱火で20分。は
い、さあそれではですね、20分経ちましたので開けてみたいと思います。あばどうですか皆さん、めちゃめちゃありますね、水分が。でこいつにですね、この札幌一番のスープ、こいつを加えていくんですね。パラ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 、全体的に混ぜ合わせましょう。この札幌一番のこう味噌のスープはね、めちゃめちゃね、味が非常にしっかりしてますんで、もうね、これだけでね、旨味はもう完璧で、もしこの時に水が少ねえなっていう風にもし思ったら水足してください。無水味噌油鍋なんですけど、水足してください。無水にこだわるよりは美味しいものを追求してください。土鍋によってはですね、土鍋とかじゃなくて、金属の鍋使ったりとか、もう少し大きい土鍋使っちゃったりすると水分の残り方ブレます。そうした時はですね、濃くすることなく水入れてください。はい、それが一番の解決法です。ところでここにですね、ちょっとお肉の量が多いのでちょっと塩一振りします。これお好み見て大丈夫です。はい、そして小ネギですね、小のネギを入れます。そしてごまも入れましょう。そしてこれ忘れちゃいけないですね、付属の七味スパイスですね。ういー、ということでこちらで札幌一番味噌油鍋完成でございます。じゃあいただきたいと思います。ほら無水なのにこんなに水分ありますよこれ。じゃあいただきます皆さん。やばい、めっちゃうまいっす。この煮込まれた野菜のトロトロ感、ここに豚バラの旨味が加わって最高です。で味噌ラーメンと違うのはニンニク油ですね。こらうまいわ。しかしこのタイミングでいただきます。そもそも味噌ラーメンのスープってさ、美味しいのにさ、こんなにしちゃったらもう 100% 美味しいよね。最後にスープを入れたんで、味噌の香りも失われてないです。そしてここでスタッフチャンス。じゃあ普段インスタントラーメンしか食べてない田崎君、味噌油鍋いただきます。うん、うまっ。なんか不思議なお肉で野菜と、すごい不思議な感覚だけど、すごいなんか新鮮な食べ方。ちょっと待って、逆に狙ってる？え？じゃあ狙ってるとかじゃない。コメントベタキャラを狙ってる。いやいやいや、そういうわけじゃない。こういう人間なので。誤解を解いとくように言いますけど、いつもこんなんです。でも本当に美味しい。美味しい。そう、美味しいか美味しくないか一番重要なんだよね。うん、味噌がどうとか、うん。そう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 。美味しいってだけ。美味しいってだけで。じゃあこれはこの無水味噌油鍋は美味しい。美味しい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はいはい、ということで皆さん、うちのたっくんのコメントで美味しさは十分に伝わりましたね。でもね、皆さん何か忘れてませんか？これの余った麺ですよ、これ。そのためにスープは取りすぎないで、これね、残しておきました。こっから麺を茹でて、ここに投入していきますので、ちょっと、麺湯がくまで待っててくださいね。はい、じゃあですね、麺が茹で上がりましたので、だいぶトゥーブルーしていきたいと思います。あくまで札幌一番はラーメンなのでね。でこっちもグツグツさして、ね、無水味噌油鍋の締めですから。これそしてですね、ここに小ネギちょっと振ってください。入りのごまですね。入りごまはね、ひねって入れるといいっすよ、香りが出て。でこちらで締めの無水味噌油そば完成です。ラーメンというには汁気が少ないので、これ油そばっていう風にしてます。これはね、ちょっとね、強火でやって、ちょっと水分飛ばして凝縮するとめっちゃうまいです。ほらほら、どうですか皆さん、見てください、これ鍋焼きラーメンになってますよ。じゃあこいつもちょっといただきたいと思います。こいつがうまいのなんの。じゃあいただきます。うまっ。こうね、強火でね、煮てね、汁がね、ラーメン全部吸ってるんですよ、汁を。この油そばうまいよ。あ、頑張ら。味がすごいしっかりしてる。濃縮したスープが油とともに麺に絡まると、こんなにうまいんだなっていうのをぜひ体験してほしい。これ最高でございます。最高の美味しいこの札幌一番無水味噌油なんで、ぜひ皆さん試してください。この間コメント欄でボロクソ言われてたね。
でも一部からは頑張ってってすごい